はようございます。 QQ ラジオスピンオフ企画朝しぼり QE ニュースをお送りいたします。夏メロ QE です。今日は2023年3月8日水曜日です。本日のトップニュースはバラです。とこちらどこかわかりますか？六本木ヒルズハリウッドローズガーデンです。ここではたくさんの種類のバラが見られます。ひときわ目立つこのバラのオブジェは愛と美のシンボルだそうです。キウイより全然大きい。ここで思い出すのがサンテグチュペリの星の王子様です。旅の途中でバラの庭に到着した王子様がたくさんのバラの存在に驚きます。自分が持っていたバラは世界でたった一つの珍しい花だと思っていたのに、実はありふれていたということを知ったからです。しかしその後キツネさんとの交流があります。ネタバレになるのであまり詳しくは話せませんが、このキツネさんとのやり取りを通して最終的に王子様は改めてバラの存在の大切さに気づかされるのです。あの有名な大切なものは目に見えないというフレーズもこのシーンで登場します。子供の頃に読んだあの話をふと思い出したスポットでした。目に見えない大切なものってありますよね。今日という時間は目に見えるものではないですが、今日は今日で一日を大切に過ごせるといいですよね。皆様気をつけていってらっしゃいませ。深夜帯の皆様もお疲れ様でした。